はいどうも、リハビリタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、データから見る腰痛の原因ですとか分類ということで、腰痛に関する従来までの定説と最新の研究結果をですね、比較したものをリハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。腰痛の原因を特定する過程については日本ではまあ主に医師が行っているんですが、腰痛患者に実施する検査が主に3つ挙げられています。1つは問診です。これは診断の手がかりを得るために直接こう痛みの自覚症状ですとか、それから既往歴ですとか内服薬等の状況の確認を行います。2つ目が画像検査です。骨の所見ですとか脊椎の変形がないかの確認を、例えば X 線であったり、それから MRI などを使って行うということがあります。それから突出的な神経検査というのが3番目になりまして、これは感覚障害ですとか筋力低下ですとか反射の異常との神経症状の有無を、場合によって MRI を使って行うという場合もあります。でこれによって原因が明かされた 15% が原因が特定された腰痛、これを特異的腰痛というふうに言うんですが、これは重大な症状を引き起こす可能性があるため、やはり注意が必要です。そして残りの 85% は画像検査を行っても原因の特定が難しい腰痛、これを非特異的腰痛というふうに言うんですが、これは大多数の 80% がですね、1から3ヶ月以内に自然治癒するというふうに言われてはいるんですが、やはり場合によっては痛みが長引くものというのもあります。これはなぜかというと、痛みは体自体の感覚的な側面というのはもちろんそうなんですが、それ以外にも不安ですとか抑うつですとか恐怖なんか、いわゆる情緒的な側面であったり、あるいは過去に経験した痛みの記憶ですとか、そういったものでの予測なんかの認知的な側面というものも多方面でこう影響を与えているというところがあります。なのでそういった場合はその場しのぎのこう治療に陥ってしまって再発のリスクが高くなってしまうという傾向がありますので、幅広くアプローチを進めていくということが大切になってきます。でさらに腰痛は発症4週未満の急性腰痛と発症3ヶ月以上の慢性腰痛というふうに分類されまして、これを図表で表したものはこちらのスライドの方になりますので、ぜひこちら参考にしていただけると幸いです。そしてここからは最新の研究データに基づいた腰痛の原因ですとか分類についてですね、より掘り下げて解説をさせていただきます。それは2016年に日本の山口県内の整形外科の委員であったり大学病院とか共同研究にて行われた研究、これを山口県腰痛スタディなんていうふうに呼ばれ方もするんですが、腰痛を主に訴える外来患者320人を対象にして詳細な身体診察と診断的な神経ブロックを行った結果はこちらになります。でこれによると実は原因不明の腰痛は 22% であって、残りの 78% は診断可能であったというふうに、これ従来までの認識と大きく異なる実は結果になったことが報告をされています。でその詳しい分類をこちらで見てみると、最も原因が多いのは椎間関節性の腰痛というものになってまして、続いて筋筋膜性の腰痛であったり椎間板性の腰痛というふうにこう続いていきます。でこれどういうことかというと、従来まで原因の特定が難しいとされていた腰痛であったとしても、きちっと調べることで原因が突き詰められる可能性が高まったということがある意味示されたと言えます。さらにこれをもとにこうガイドラインですとかしっかりとした医学的な根拠に基づいてですね、治療を行ったりセルフケアを含めた適切な対策を行うということで、より腰痛解消ですが腰痛改善を図ることができる可能性が高まったというふうに言えますので、ぜひこの点をですね、参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。